フルーツジッパー桜井由衣、ラビット初出演で、食べたら幸せになる、鉄板焼きグルメ紹介ボディビル大会前日の東京ホテイソン正午が悶絶。アイドルグループ、フルーツジッパーの桜井由衣が、29日放送の TBS 系、ラビット、月曜から金曜前8時、においでえん、食べたら幸せになる、オクラの食べ比べ鉄板焼きを紹介した。スタジオゲスト初登場となった桜井は、自己紹介でカメラの多さに困惑。カメラ目線を間違えてしまったことに MC の麒麟、川島明が、ご先祖様と喋ってたのかな、とツッコミで笑いを誘った。続けて桜井は、ハッピーな一日になあれなあれ、と SNS で話題のフレーズでスタジオを盛り上げた。この日は出演者たちが、あなたを幸せにするものを紹介。桜井は食べたら幸せになるオーガニックレストラン We Are The Farm のオクラ食べ比べをおすすめした。食レポにも挑戦した桜井は、一番太いダビデの星をいただきます。すごいふわふわなんですよ。オクラなんですけど、苦味が少なくて食べやすいです、と美味しさを表現。それに対して川島は、いいですね、私の一番美味しいオクラ、って曲出したら、と人気の楽曲をもじってスタジオを和ませた。また、明日にボディビル大会を控える減量中の東京ホテイソンの正午が、勝手に食べていいんですか？極限状態ですよと美味しそうな鉄板焼きグルメを前に悶絶した。